キリン流ビジネス語の解説、ご好評により続いております。本屋さんにあふれるビジネス書、あちらこちらで展開される交流会、みんながトップを目指し成功者になろうとしている、そんなアホなね、2番目で輝く人もいるし、裏方さんでキラリ光る人もいて、いかに自分のベストポジションにたどり着くか、そっちの方が大事だと思うんですけど、いろんな場所に出かけていってたくさんの人に会うのは素晴らしいけれどね、それで満足していても名刺ばかりが増えるだけ、誰かの真似をして入るのも一つの戦略でもね、ここでもやっぱりただ真似しているだけじゃ身につかないから、なんとか試行錯誤して自分スタイルに変換しなくちゃ、外側にばかり綺麗な羽をつけているだけじゃいつまでたっても飛べませんよね。先週からもうシッもうこんな喋ってはいけません。さあ、もう本当に不意したコーナーなのにね、どうしてもリクエストが入るので、リクエストが来ればそうですかっていうところでね、そして忙しく打ち合わせしてますとね、もう本当にどうしてそんなわからない言葉ばかりでミーティングをするんだろうってぐらい、またこんなにたくさんもう勘弁してくださいというね。いきますよ。アライアンマ、なんか出てきたんですよ。アライアンス、パス。あ、握手をする、はじめましてパス。OJT、 OJT、 もうさ、これさ、わかんないよね、3つ並べりゃいいって思うんじゃん、だからうち勝ちだっての A to Z とかOJT、 お気楽しか言ってこないですね。お気楽にジョイで楽しもうぜ。OK? みんなでやろう。スキーム、スキームはなんかスチーム的な感じが、スキーム、スキルのもっとスムーズな感じ、スキルってあるじゃない、スキルアップとか、あれがスムーズにいくような感じのこと、スキーム、違うね、なんか嬉しそうだな。バズってなんとなく、ほらパソコンがさ、ずれちゃったりするのに、バズるって、パズルがこうずれちゃった、君の意見はずれてるよ、バズってるよ、違う、ちょっと違う、君の言葉が聞こえちゃってるよ、違う、バズ、大きなところにジェスチャーも下手伝わらないジェスチャー、わからない、バズるってことでしょ、だからでしょ、だからいろんなところが、あ、抜けてるよ、ここが抜けてるよ、わーわーわー、そんな、あ、みんながそのことについてわーわー言ってるよ、惜しい、違う、あ、意見が、そのことについてみんなが意見があるよ、手を挙げてる、あ、遠くなった、再来週に持ち越す。フィジビリティスタディ、あ、知らない感じ、あれ、フィジビリティスタディ知らない、じゃあパスだね。ブルーオーシャン知ってんだ、ブルーオーシャン、多分、戦わないでみんなでやろうよって、あっ、これ知ってんだ。マイルストーン、マイルってほら飛行機乗ったりするとマイルが
あの集まってまた旅行けたりするじゃない。それが石でやってるのか石でやってるのかここは。マイルストーンどういうこと。違う、だいぶ違う。マイルはストーン、あ、マイルをストーンだから石だから手堅くマイルを取るみたい。すごい時計上がってる。泣きそうになってるんだけど。まだちょっとあるよ。ステークホルダー、ステーク、ステーク、ステーク、ホルダーは箱だよね、入れ物ね、ホルダー、ステーク、ストップ、ちょっとずつ動いてもいい、ストップ、ホルダー、ホルダー、ステーク、ステーク、ホルダーだからなんか入れるんだよね。ちょっと気になった案件を入れる箱。もうこんなことで喋られたらさ、一つわからないミーティングを1時間も2時間もやったらさ、眠くなっちゃうね。だから最近眠いんだ私。プロトコル、プロトコル。なんでそんなたくさん知ってんの？なんか会社の社長みたいよ。プロトコル言っちゃダメだけど。あ、何？あんまり知らない。プロトコルはプロトコ、プロがパス、ダメだ。セグメント知ってる。セグメントしか出てこない。セグメント。勘弁してあげる。いいよ。喋っていいですか。喋れた。痩せちゃうからダイエットにいいんじゃない。精神的にダイエットですよね。それちょっと怖かったのは、再来週に持ち越しって精神的に。でもね、前回ね、やった時にね、あの楽屋行ってね、エリちゃんもね、私も全然どうにも分かんなかったよー言うてたよ。ね、解説が面白かった、ね、そうだね、こんなに使うんだよ、バカじゃないの。男の人の方が多いんでしょうね、うん、なんかこういうの使うのは。だけどさ、この言葉を使わないと伝わらないようなことなの。あのね、ほとんどさ、日本語に言い換えて伝わるんじゃない。本当です。なんかこう名前と一緒で同じ意味の中でも微妙なニュアンスが違うときに便利みたいな感じがするんです、うんうん、濁しちゃってんのかな。そうバズって何。バズって口コミ、うん、口コミ、それ口コミの変な人。口コミマーケティングのこと。そんなの口コミマーケティングって言えばいいじゃない。口コミって言えばいいよね。これ松先輩わかります？フィジビリティスタディ、これ事前の調査とか検証とかっていう。そのままなのわかるじゃない。だから今これ3回言ってごらん、早く言ってごらん、言えないよ。フィジビリティスタディ。ほらもういい。マイルストーンは？マイルストーン。目標の達成のための途中のこうなんでしょう、ステップみたいな。いやいや、この言葉にそんなこと一つも入ってない。ただ石でマイルを管理することじゃない。石積み上げて儲かったって。分かりづらい。プロトルコはプロトコル、これなんですよ、なんかパソコンとかで聞くんですけど、なんかでも実際のビジネス用語でありますよね。そう、プロトコルっていうのはあの、パソコンとかの通信でも使うんですけど、あのなんて取引あのなんか基準というか、そうやり取りのルール。うちはマイルは石で数えるよ。今わかんないから変えたぜ今まで。クリスタルも作ってやる。もうすでにありますよ。キリンゴでしょ。キリンゴ。クリスタルこれ使ったら立たされますから。バケツ持って立たせます30分で。そうなんです。でもね、本当にさ、なんかわからない言葉で、今さ、何って聞かれてすぐには答えられないので、ちょっとほら、噛み砕いてさ、それぐらいの
言葉を使ってビジネスマンたちがやってるわけだ。昨日だっけ、うん、昨日のゲストさんだっけ、はい、あの、うん、私が入ってるもんだから、うん、すごく困っちゃって、うん、すごくこう目見ながら分かったかなっていうのに一生懸命ビジネスの言葉をこうやって変換してくれて、こうですって言うから、なるほどねって言って、そうそう、あの優しい感じだったんですね。格安シム、なんか系スマホ、はい、うん、それのね、分かりやすくっていうふうにね、そしたらなんかね、横文字が出そうになるの、D、なんとかね、だって言いそうになったら、金さんの顔見たらやめて、あ、それはですね、直接とかシムを見ながら、へえ、そうですね同時通訳そうですね、キリン、こういう形で、あの、世間、社会にですね、貢献してるんですよ。分かったふりのビジネスマンたち、君たちに物申す。私と変わんないわよ、みたいな。そうよ、女子は大体分からないもんね。そうですね。このコーナーから。だから仕事がうまくいかないのよ。男は。そう。そうかもしれない。そう、簡単なことを難しく言ってるとかさ、専門的にさ、なんかこう分かったふりしてんじゃないか。だから等身大になれないから苦しいわけでしょ、うんうん、勝てないなそうですね、うん、あれ僕使ってるかな、どうだろう、でもあんま使えないですよ使えない使えてないですよ守りじゃないですか